チョイス。朝はタクト、社長と洗車と、おーし、はい、じゃあ、皆さん、はい、ハヤテくんの罰ゲームの回、すでに持ってますけど大丈夫ですか。ああ、そうね、拙者とね、言ってくれたんですけど、 それ前に、結構前に31の配偶をしたんですよ。めちゃ前だね、めちゃ前、結構前でね、1週間ハヤテくんは31生活をね、やってもらうってことを、はい、やってましたね。で、実はこれもうやり終わってます。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 ということでね、まあ早速もう V の方があるので、じゃあハヤテくん振ってください。ということで、僕の地獄の僕潜伏でござる。拙者の地獄の1週間、はい、とくとご覧ください。いったいった、フェード系でいくのね。フェード系、フォーマンまで。おはようございます。ということで、記念すべき1日目、マジで今起きたばっかです。10時から撮影があるんで、朝の部をこれから食べていきたいと思います。赤1個、青が2個、黄色が3個と。では回していきます。ケーキ思い出すな。ということで持ってきました。なんですけど、ちょっと1個だけ入りきらなくて、冷蔵庫にドライアイスと入れて保存してたんですよ。昨日、まあ、1日ぐらいだったんで大丈夫かなと思ってたら、これバラエティパックの半分持ってたんですけど、すごいですよ、めっちゃぐじょぐじょになっちゃって。なんでちょっと分けようかと思ったんですが、このままいただきますね。3つ、こっち側1列いただきます。あ、ちなみに全部オレンジシャーベットです。うまっ。花粉症なのかな、これは。やられた喉にすごい効く。うわー、お腹壊しそうだな今日。ということで、汚いっすけど食べ終わりました。はぁ、お腹苦しそう。ということで、1日目のお昼です。と言ってももう時間は5時4分、撮影が長引きました。そして翔ちゃんちです。翔ちゃん。はーい。はーい。今朝ね、ここの3つを食べて、次ここの残り3つなんですけど、残ってるのがね、手元にあるのが、まあ、マックス3つなんですけど、まあ、今朝の見た感じだったらもう無理っすよねまあ1個か2個はやだな。1個です。1個しか食べません。スタート。ベベベーン。カカッ。シッシッ。やらせだ。やめろ、そういうこと言うな。やらせじゃねえだろうが。やらせじゃねえ、言うな、それの。3回回してねえわ。ということで、1個です。1個。おい、やめろ、そういうの。調べたらね、31ね、長持ちするから、ちゃんと冷凍でやると1週間かな、1週間以内に食べれば全然大丈夫って言ってたから。はい、なんか終わり。さすがに1個なんで嘘、めっちゃきつい。多分次はうちだね。うん。ということで、次の僕へどうぞ。寝坊しました。多分昨日の映像なんで、翔ちゃんの部屋で終わってここの部屋に変わったと思うんですけど、そのですね、昨日あの後ですね、結構体をめちゃめちゃ動かす動画を撮りまして、その後帰ったのが8時半とかだったんですけど、帰ってすぐ寝ました。起きたら、2時でした、翌日の。ということで、僕の前回のケーキ同様なんですけど、遅れてしまった分をその時に一気に取り返すってことで、1日目の夜と2日目の朝と2日目の昼の分のルーレットを回して食べていきます。多分2時間ぐらいかかります、食べるの。まず、1日目の夜の分、ドン3個、2日目の朝、今日の朝の分、ドン3個、お昼の分、2日目、ドン2個8、まずこちら、また同じくですけど、オレンジソルベ6つと2つの合計8つで、夜、朝、昼の分を終わらせます。いただきます。あ、うめえ。やっぱ寝起きにアイス効くね。すごいね、全然やっぱ味落ちないもん。30分経って2個完食。まだこれから6つだ。
すがにこのペースだとね、お腹の調子も悪くなるし。ということで、今救済処置のこの G のメモ弾を使ってブーストかけていきたいと思います。あーうまい、うまい。残り1個なんですけど、もうギドギドに溶けちゃった。食べ終わりました。ということで、2日目の夜です。さっき食べた影響なのかちょっと体調が悪いです。バン2個。まあうまい。あんおい、頭痛い。やばいでしょ、10個だよ。ということで、3日目です。寝坊しましたな。俺に言うの、うん、今5時なんで、朝昼を一緒に食って夜中に夜食べます。スタート。あーっ3。じゃあ昼の分。あ、黄色さんなんだ。そうそう、よし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 。ということで、合計4つ朝昼で食います。ああ本当に食いたくない。今わかんないけど、なんかこう拒否反応が出て、もう体が。よいしょー、はい、6つ入りの中の4つ食べます。日に日に辛くなってくる。なんか無常って感じで、味も落ちて、若干もし、あ、ちょっと薄くなったかもしれん。わかんないけど、はい。ということで、1時間じゃねえわ、1時間半かかけてようやく食べ終わります。はい、終わる。ということで、夜の残りの分食べてやります。ご飯は食べて、まあ半分デザートみたいな感じで食べればいいかな。 GO。 2個はもう、もしも夏がいい。あ、まずいまずいまずい。いただきます。まあまあ、前のごとくだ。1個目はね、すっきりして美味しいな。あ、お風呂上がりで食べればよかったかな。次はちょっと変わった食べ方したいな。明日はアレンジしてみようかな。俺2個30分で食ったよ。早くねえか。いつもか。いつも通りだわ。ということで、今回は直接お店のところに来たので、スタート。はい、2ですね、うん、普通じゃねえよ、きついわこっちは。うわで、将棋に行くことも、うん、もう終わり。ということで、今日ちょっとね、撮影が夜中もう遅くからやるのが一本あって、少し遅くなっちゃって、今1時ぐらいっす。朝の分も撮ってあるんで、あと昼夜のうちに2個分でやらせていただきたいんですけど、今回ちょっと秘策がありまして、俺だけなんだと思うんだけど、アイス口に入れるとなんかこう、やっぱなんか遅くなるのなるんだよ。そうだから、どうすればこれが、ね、解消されるかってなった時に、こちらですね、ミキサーです。これを使えばね、スムージー、いや、ジュースになると。これを使ってゴクゴクっと飲めれば、めちゃめちゃ早く食べれるんじゃないかって。回していくよ。まず、昼の分。2個。まあまあまあ、よしよしよし。これ使うから。2個はちょうどいい。昼、あ、夜、行こう。あったー！まあ、結局ね、やっちゃうから。わかんねえよ。食べていく。ということで、ここにね。用意してあるんで、ぶっ飛んでミンチにしてやりますよ。半時計ぐらいだからね、半時計ぐらいだから。ちょっと置いたらやばいかもしれないんで、とりあえず2個で試してみます。これをセッティングしていきます。
ほないくでおしゃれな。すごいすごい。これは食べやすい。あ、この特製アイススムージーになるはずだったやつ、いただきます。は、変わんね。前なんですけど、朝の今日の撮影はちょっと朝から時間がね結構キュッてしてるから、お昼はね時間取れるか取れないかちょっと分かんないんで、今のうちに2食分を一緒にね、今朝の分で早いんで、いくらでも時間かけられるんで、食べていきたいと思います。回していくよ。朝ね、3ね、昼の分5。マジで？マジで？やば、どうしよう。撮影結果かな。いただきます。ちょっと待って。やっぱ朝にはね、すごいね、もう、この一週間何回同じこと言ったかな。だから、ぶつ飛びました。すっごい寒い。今ね、2時間弱かぐらいかかったんですけど、これとりあえず準備して、まあ少しゆっくりしたら撮影行って、次は夜になるんで寒い。夜までです。夜までこうということで、夜帰ってお風呂に入りました。さすがにね、もう6日目ともなると映画つまらないということで、懐かしの夜、ゴー。今日9個じゃん。ということで、3つです。これ1個はだね、容器入れちゃってたから持ってきちゃっただけで、3つ食べます。いただきます。3つ食べ終わりました。寒い、寒い。でも明日で終わりだ。最高だな。寝坊だよ。ということで最終日だ。寝たからさ、すっごいテンションが今高いんだ。早速回していこう。 GO! 1 1 1。ハッピーだな。また予想外の一連打によってだいぶ余らせてしまったが、6つ入ってるやつだ。いただくよ。味が落ちてない、そんなに。やっぱりサーティワンさんすげえよ。だって最後までチョコたっぷりだもん。1週間31生活これにて終了とさせていただきます。風を切って走って
まあこれでね、アイスの食べる速度っていうのもう上がったんじゃないかと思ってるんで、まあ今後ね、そういう企画があった時は乞うご期待ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとぜひ拡散もねしていただけるとよろしくお願いします。次回やらんわ。次回そういうなんだ、まあこういうねタイプの罰ゲームをこうあったら、まあまたなるんじゃないかなって思いつつ、また次が来るのをヒヤヒヤしながら待ってます。ということでありがとうございました。この動画は全く落ちるとこがない。イエー。